ちは。今日はルームツアーをしていこうと思います。私の家は 1LDK のお家で、ここにドアがあると思うんですけど、普段は開けてワンルームっぽく過ごすことが多いです。では始めます。まず部屋入ると、この左側に棚があります。なんかちょっとカフェっぽい感じで、カフェは言い過ぎだけど、なんかちょっと見せる収納をしてて、私の家ほぼほぼ3COINSか IKEA かニトリでできてるんですけど、これとかはもう使うよりはもう飾ってるメインで、2段目はなんかお皿とコップをちょろちょろと置いてます。お皿は無印とかラコレーのお皿が多いです。で、3段目は隠す収納してて、この辺はお皿洗いの時の吸水してくれるやつ置いてたりとか、この辺もなんかゴミ箱にストックとか置いている感じですね。ここはこんな感じ。この横のところにワゴンを置いてって、これはニトリで買いました。で、この上は私朝コーヒーとか飲むのが好きなので、コーヒー系とか、ここにめっちゃよく使うカトラリーを入れてる。これは全部スリコです。飲み物はナチュラルキッチン。これとか毎年ミッフィーとスタジオクリップがコラボしてる時の買ったんですけど、でかすぎて使い道がなくて困ってます。2段目汚いんですけど、こっちのカゴはお弁当コーナーで、弁当箱とかおかず冷凍保存するのでそういうのがたり、こっちはなんかスープとかお菓子とかを入れてる。で、そのまま下がるとコストコで大量に買いすぎてどうしようもない辛ラーメンとバナナがいます。これも玉ねぎが入ってます。あとはちょっとポストカード貼ってる。これは行き場のない冷凍保存のカゴとか、お皿洗いする時の食器だけのやつとか、ゴミ箱のやつとか置いてあります。ここがキッチンです。この左側は調味料と、よく使う調味料とか、ここがお気に入りのなんか可愛いやつぶら下げてたりとかしてます。狭いシンクがあって、ここもいい冷蔵庫なんですけど、なんかこっちは木掛けの色のツールをこっちにまとめています。あと賞味期限よく忘れるのでメモしてます。この上の扉開けると、ここはこんな感じでお皿を収納してたり、一番上は頻度が少ないものを入れてるって感じで、この上は平皿以外のお皿を収納してます。左側にはレトルトとかもちょっとあったりしてます。これね、こうやって回って調味料を取るやつなんですけど、めっちゃ使いやすいのでおすすめです。あとはお盆とか、あんまり使わないものとかも奥の方にしまってます。こっちの右側にはお鍋とかフライパン
かボウルとかお米研ぐやつとか、あの保存容器とか、ここら辺はキッチン系のストックとか、もういっちゃん奥は全く使わないやつとか入ってます。本当はあの引き出しタイプのキッチンがいいんですけど、観音扉なのでなんとか収納してキッチン使ってます。でこのタオルかけるやつは IKEA で買って、ちょっともうゴム手袋の色は見ないでほしくてこの辺もほぼすりこですね。スポンジとか掃除するやつとかあります。ここ冷蔵庫でなんか好きなやつペタペタ貼ってまして、これパン入れるやつなんですけど、私よく鍋敷きとか鍋つかみを入れてます。トースター、毎朝食パン食べるので大重宝してます。ここはジッパーとかあんまり使わないお箸とか、お肉切るためのハサミとかが入ってます。ここの一番下はでもなんか電子レンジの時に使うやつとか、めっちゃ大きいお鍋とかお米とか頻度があんまり少ないものと電子レンジで使うものをここに入れてます。このソファーはニトリで買ったやつで、クッションカバーはフランフランかな、あとなんかソファー置いてたりとか、これ最近買ったサイドテープ、この絨毯もニトリで買ったラグです。テレビがあって、この下はなんかアップル製品の箱とか貯金箱とかアレクサとか、これ住所メーカーについての説明が見つかりました。喋られちゃいました。こうなることなんとなく分かってたんですけど忘れてました。この棚の中は化粧のカゴとか文房具とかが置いてあります。紹介するとリパウンドのステッカーが入ってた箱と、ここら辺スリコスリコスリコ、これダイソーで、この花瓶とかもスリコで、これイケアで、ドライフラワーとかはナチュラルキッチンで買いました。これは父が描いてくれた絵。ここがダイニングテーブルのところで、でもほぼソファーでご飯食べるからあんまり使ってないです。ここら辺のミッフィーはミッフィーストアだったりとかミッフィー店で買ったやつとかがほぼほぼです。この奥にウォーターサーバーがあって、この上に書くのが好きなので日記が置いてあります。でここに全身鏡があります。今日服がダサすぎて映れないんですけど、これもニトリで買いました。忘れてたんですけど、これをイケアで買った箱があって、これはゴミ袋を入れてます。寝室でどうしようもできないコードの塊、引き埋められたミーフィーたちがジロ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 と言いますね。ここにお掃除のやつとか置いてあります。めっちゃ安かったです。マットレスとセットで3万円いかないぐらいのダブルベッドです。クローゼットがあって、適当に何でも適当にかけちゃうので、カバンたちをここにぶら下げてて、これもブルーロックのちびめのキーホルダーがあります。これ引っ掛
つはセリアで買って、なんかここに馴染んでるんじゃなくている、ラタンじゃなくて、なんて言うんだろう、この丸いやつと S 字のやつはサリアで買いました。クローゼット開けるとこんな感じで、もう服がびっしりいます。この上は今は夏物とかあんまり使うことない書類とかショッパーとかが置いてあります。ここはアクセサリーとか香水とかをちょろちょろっと置いてます。歯ブラシとか洗面所で使うもの置いてる。で、これミシンの消毒液と石鹸ハンドソープですの右側に洗濯機置いてて、この上のタンクはすりこで買ったやつとか、タオルは無印で、柔軟剤とかはジェラピケのケースにもう全然違うやつ入れてます。ハンガー系は無印と、このでかいのはセリアです。右端に無印で買った棚を置いてて、ここら辺はね、ストレートアイロンとか、こっちにはドライヤーとかが入ってます。とコロコロとか、洗面所の下はこんな感じです。この下のボックスがデコフォームで、これは無印で、このグレーの3つがスタンダードプロダクツで、この右のやつはセリアで買ったやつで、この洗面所のゴミ取りみたいなやつが入ってます。あとここにお風呂なんで、裸ミッフィーとお風呂のミッフィー貼ってます。もうこれじわじわ来てお気に入り。がっつり声出すの初めてなので聞き苦しいところもあったと思うんですけど、ご視聴いただきありがとうございました。